マッシュミリアーノ・パピスは、イタリア出身のレーシングドライバーで、元 F1 ドライバー。別名、マックス・パピス。1990年より、国際 F3 に参戦し、2年目の1991年に2勝、翌1992年にも1勝を記録。3シーズンの年間総合成績は、それぞれ17位、10位、6位。1993年より、 国際 F3000 にステップアップ、最高位4位を記録して、年間10位となった。翌1994年には一勝一、ポールポジションを記録、年間総合成績は6位だった。またチームロータスのテストに参加し、F1 マシンをドライブする機会を得た。1995年代発戦、イギリス GP より、アローズから F1 デビュー。資金難により、 シートを失ったジャンにモルビデリに代わっての参戦だった。しかし、マシンの信頼性の低さもあって、リタイアが多く、初完走は、自身5戦目となった第12戦イタリア GP となった。その後も2戦に出走し、第14戦ヨーロッパ GP でも完走したが、今度は、自らが資金難となり、結局このレースをもって、シートを失うことになる。 F15、1996年はイムスサに参戦したが、1997年により、前年に自己死したジェフ・クロスの負の後釜として、アースアロ・ウェルズチームからジャンプカーに参戦開始、同チームで2年間を過ごすが、あまり目覚ましい活躍はなかった。1999年により、チームレイホールに移籍、飛躍のきっかけとなる。 パピスはこの年最高位2位を記録し、予選では 1PP も獲得、シリーズ5位となった。しかし、第12戦ミシガンでは、最終ラップまでトップを走行しながら、ガスケにより、ストップ、初優勝をトニー・カナーンに譲る形となった。パピスは、翌2000年の開幕戦マイアミにて優勝、前年幻となった初優勝を、現実のものとした。 翌2002年にも2勝 1PP を記録するが、チームの低迷により以後は、自身の成績も加工してゆくこととなる。この期間中、2002年には、デートが24時間レースで優勝している。この時の猛烈な追い上げが強烈な印象を残したことから、それ以来、マッドマックスのニックネームを賜るようになった。あくまでも一歩間違えば、 クラッシュというリスクを追いながらの極めて慎重なドライブだったというが、その追い上げがあまりにも激しかったため、あいつは狂っている。と評されたためである。2006年アメリカのラグナセカで開催された2005から 2006A1 グランプリでイタリアチーム代表として出場、スプリントレース19位、フィチャーレース7位入賞を果たす。2007年よりナスカーに転向し、 活動の場を移した。国際 F3000 選手権、F1 世界選手権、A1 グランプリルマン24時間レースデートな24時間レース。ありがとうございます。